こんにちは。ちょっとね、吹き方っていうかね、口をこう、まっすぐ縦に吹くような感じと同じなんですね。こういう具合にはめるから、ここもこういう具合に、この中に唇、下唇をこう落とし込んで、で、まっすぐ吹くような感じ。こうなんやけど、口をこっち側に広めて、まっすぐ落とすような感じで、こっち側もまっすぐ吹くような感じで、横に、こう斜めに入れると。という具合に、こういう具合に、もともとがこっから来とるからね、こういう具合で、こう斜めに、横に向いてもこう斜めに入れる、口をこう、ちょっとひがめて、ということで、ここね、この中に玉を入れたということですね。こういう感じね、こういう感じで、この中の奥に玉を入れて、なおかつ周りにゴムを入れたと。マジックリングの、要するにマジックリングで音が変わったということで、綺麗な音が出たしたということね。で、それもこの縦に、まあ、入れましたね。縦に入れました。この分はこう以外で、これもちょっとこう斜めに傾けて横に。というようにちょっと口をこう歪めて、でこっちの端から出すような感じで、ここで出したりここで出したり、ちょっとこういろいろ変えてみて、美しい音が出るようにちょっと斜めに。というふうに、この歌口の中でいろいろ魔法の輪とかリングとかを入れて、研究した結果、その後にやはり吹き方も、ちょっと工夫をして、まともに吹くもよろしいかな、ちょっと横に吹くのもいい感じやし、唇の真ん中でなしにちょっと横にずらして吹く。気分の問題とか、
いろいろありまして、縦に吹く時もちょっと変えて、でノンリードのフルート、リードがないので非常に難しいけれども、やりこなせばいい音が出ると。ちょっとね、口をこうずらして、ここから出すとか、ここから出すとかね、こっちからはちょっと無理だね、こう吹きたいからね、こう吹きたいからやっぱりこっちの方ね、こちらからこう中にね、こうでこう入れるように、こうやからこう入れると、こっちに向いて吹くと、こう向いて吹くと、まあ極端ですけれどね。で、たまに、この中に、水滴が溜まりますから、こういったもの、こういったもので、こちら側はこういうものに入れて、ちょっとこう軽く水分を取るとかね、こちら側はこういったものね、綿棒でちょっとこの中の水分をちょっとこう、ここから覗いて水分が、水滴があればこうやって取ってやるとかね、たまにすれば音がそのまま維持できます。やはり大きな水分がつきますとちょっと出にくくなるんでね、本日は、中に玉が入れて、魔法の輪も入れたということで、非常に進化した分と、あとはそれに似合うような吹き方もちょっと口を、まあ、ずらすということで、ここ唇をやっぱり反らす、こう反らすと、こう反らした分をここの中にポコッと落とし込んで、こう反らすとね、こうしてこう、この中に落とし込んで、もうフルートですね、フルートですが、フルートは弁がついておりますね。その弁の代わりに手で押さえてますから、その手もきっちりと弁の代わりに押さえ、これがちょっとでもずれたりすると
音になりませんから、その分お考えください。ここをちょっとずらすと音が出なくなりますからね。きっちり押さえるように練習をして、唇もこう以外にこうして、こう斜めにこう吹く感じね、これも感じですね。なんでこう細く薄くしたような感じね。本日は、改良と吹き方ですね。よろしく、ハイブリッドのノンフルート、ノンフルートですね。よろしくお願いいたします。ちなみにこれが一録で、動がここになるんで、全開放がミですね。ミ、E なんで、ちょうどここがチェの、これ2つを押さえたのがチェ、ドですね。で、ここから始まるのがちょうどいいということで、これが一尺六寸の分で、六ということね、フルートでも六ということで、シックス、ノンフルートシックス、よろしくお願いいたします。これが基準です。よろしくお願いいたします。